ーバーオリンピックで見せた情熱のステップ。見る者の心を熱くしたそのステップを武器に8位入賞を果たした鈴木明子選手。関係者200人を招いて報告会が行われました。感謝しているっていう言葉以外には本当に言葉が見つかりません。これからはその感謝の気持ちを私のスケートで皆さんに返していけるように今後も頑張っていきたいと思います。この後鈴木選手が予想もしなかったビッグなプレゼントが用意されていたんです。それは実はこんなサプライズがございます。流れてきたのは親友レティスさんの曲。バンクーバーオリンピックでの活躍を陰で支えたレゲエシンガーメティスさん。函館でのライブを終え、お祝いのため名古屋に駆けつけてくれました。親友の突然の登場に鈴木選手号泣。しかしこれだけでは終わりません。この後メティスさんからさらなるサプライズが待っていたんです。心のこもった歌声にまた感激の涙。2人の絆がさらに強くなりました。